はい、皆さんこんにちは、竹島です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回もですね、薬や病院に頼りたくないあなた、野口整体、二の目整体に興味あるあなたのために健康に役立つ情報をお届けしたいと思います。今日はですね、まあ非常に難しい字で書いてますけど、嚥下障害の話します。嚥下障害でね、なんでこの話をするかっていうと、この間ね、ちょっとニュースで今この下に書いてる誤嚥性肺炎にかかる人が多いらしいです。誤嚥性肺炎、僕たちの体っていうのは何かを食べたり飲んだりした時に、口から入りますね。口から入った食べ物飲み物は僕ら何の意識することもなく普通に食道の方を通って胃に行きますよね。でこうやって喋ってる時、息してる時はその同じ空気な、同じ空気とおかしいね、空気でもちゃんと肺の方にこう行ってます。口から入、同じ口から入ったもんでもね。そういうふうに僕たちの体っていうのは非常に賢くちゃんとやってくれてるんですけども、何かの理由でその飲み込むところがおかしくなると、それが飲食したやつがね、食べ物飲み物が肺の方に入ってしまって、それで肺炎を起こすっていう方が今増えてるそうです。なんでか知れませんけども。でまあこの下にちょっと答えが書いてあるんですけど、生態で言うと、誤嚥性肺炎じゃなくてね、この上の嚥下障害の場合は、これ嚥下障害っていうとも言うらしいですね。ちょっとわかんない、僕ここで嚥下障害って言ってますけども、こう飲み込むことね、飲み込むもの、食べ物飲み込む、飲み物をうまく飲み込めない嚥下障害がは、生態的に言うと胸椎4番左一側の弛緩異常です。弛緩異常なので、胸椎4番よく見てあげてください。これなかなかね、ちょっと難しいと思います。ちょっとね、慣れてない先生とかやったらね、ちょっと難しいかなって感じしますね。胸椎左一側のさらに弛緩異常っていうのはなかなか、正直こう、僕たちこの手の感 100% 主義なんでね、 100% 主義でやっていくんで、この手の感覚だけでやっていくんですけど、ちょっと練習で経験いるかなって感じします。でそこを、ちゃんと有機しておくと、飲み込む力っていうのがまた戻ってきて、飲み込めるようになります、ちゃんとね。だから変な薬とか飲む前に一回こう整体を受けに来てほしいなと思っております。でこの飲み込みがうまくいくと、当然のことながら、これ、飲み込みがうまくいかないがゆえに肺炎を起こしてるわけですから、これも自然に治っていくっていう話なんですね。ということなんですけども、なんででしょうね、なんで増えてるんですかね、なんであんなニュースになるんかなと僕は思うんですけど、当然のことというか、高齢者に多いっていう話、当然なんですけどね、高齢になってくると体のいろんなところが衰えてくるんで、こういうことも起こるんですけど、なんでニュースになってるのかなっていう感じがしました。あと生態的にはちょっと難しいですよって感じです。難しいですよっていうかね、ちょっと経験いりますよって感じします。整体する人向けにね、整体する人向けに言うと、胸椎4番左一側の弛緩異常なんで、ちょっと経験いるかなと思います。ということで今日は簡単ですけども嚥下障害の話でした。それでは皆、また次回も皆さんに役立つ情報をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。